始まりは突然なちょっと洒落たバカ殿の席に座ってお隣いいですか低い声が響き渡るのあなたを優しいあなたの言葉初めて会うのにどこか懐かしいわ手渡した電話番号わかっているわわかっているけれどあなたを感じる後は消えなくてさよならできたらどれだけ楽でしょうだから追うならと捨てられないあまりだなはあなたの前では私都合の意味を追うなれいるわは左薬指気づかぬように目を背けたわ季節はそうとれたきっと。